そうと紬が再び恋仲になるために通らなければならない茨の道。登場人物全員が優しいからこそ心が痛んでしまう。今回のお話は、ソウのことが好きな紬とナナの修羅場ではなく、お互いを思いやり尊重しながら、ちゃんと面と向かって話すことができた回でした。また、紬はソウが声を出して話さないことを純粋に疑問に思い、ソウに直接聞いてみるが、余計なことを聞いてしまったと後悔する。次回の放送は、サッカーワールドカップの放送のためお休みということで、ホームページにも予告がなく、どういう展開になっていくのかわからないのですが、今回の終盤で、紬とソウの仲は深まりました。そしてナナは手話教室の先生、春尾まさきと知り合いだったようですね。ナナは会いに行った感じでしたが、まさきの方はとても驚いているようでした。彼が以前、健常者とろう者は所詮分かり合えないと言っていましたね。手話教室の先生までやっている彼が、なぜそんな考えなのか。昔、ナナとの間に何があったのか。彼の心の中にある悲しい闇が、次回で分かってくるのかもしれませんね。紬とソウの仲は深まりましたが、まだどんな試練が待ち受けているのか、まだまだハッピーエンドというものは遠いような気がします。前回のお話では、ナナの心情に寄り添ったストーリーになっていて、プレゼントの使い回しという秀逸な例えに、視聴者の多くが共感、同情したのではないでしょうか。今回はそんなお話の続きからで、紬、ソウ、ナナが鉢合わせしてしまい、泣いているナナを置いてソウが紬を追いかける様子から始まりました。この時のナナの一人寂しい背中は、ただソウに振り向いてもらえなかったからではなく、聴者の多い世の中でろう者のナナ一人だけが取り残されているようでした。ソウとは手話で話し、耳が聞こえない同士でもあるが、生まれつき聞こえないナナと、途中から徐々に聞こえなくなったソウとの違いも顕著でしたね。だからこそ、表面的な会話だけでは、紬とソウとナナは分かり合えないのかもしれません。しかし、ナナ自身がソウに教えた手話を、今度はソウが紬に教え、二人が通じ合えているという状況を、前回のお話では皮肉めいた表現をしていたけれど、今回はソウの行動や紬の言葉を聞いたナナも、だんだんと考え方が変わっていき、最後は使い回しからお裾分けへと変化しましたね。手話というツールを使い、好きなように話すことは、聴者もろう者も線引きするものではなく、きっとみんな一緒。だからこそ、紬の今の思いが、ナナにもしっかり伝わったのではないでしょうか。前回までは、紬とナナの間に、目に見えない女同士の戦いがありました。紬の方は、戦いなんて想像もしていない。もちろん、ソウのことを思うとき、ナナという女性の存在は、とても大きなもの。彼女は自分の知らないソウの8年間の記憶を持っている女性。ソウにとってとても大切な人だということも知っている。そして彼と同じ境遇にある人。紬が気にならないはずはない。ソウは彼女と私の間にいたとき、私のところに駆け寄ってくれた。だけど、嬉しさよりも彼女の存在がとても気になる。一方のナナは、ソウへの思いを断ち切るために、彼から借りていた本を全部返すことにした。そうすることで、
もう会うことはないだろうと考えたのでしょう。だけどソーは気を使ってくれている。だからナナは、振らなくていいからね。悪者にならなくていいからね。これからもずっと友達。と、悲しいけどこれでいいと思ったのかもしれません。それから紬に呼び出され、ソーから自分のことを聞かされたと知り、ナナが思ったことは、彼女は悪い人ではないのかもしれない。同情されている気がしないでもない。だけど少し友情が生まれた気がした。少しの悲しみと、少しの嫉妬と、少しの苦しみ。目の前の紬という女性は、ソーが健常者だった頃、耳が聞こえる頃を知っている人。私のことを気遣ってくれていることがわかる。私が老者だからではなく、ソーが寄り添ってくれていた人だとわかってくれている。だけど、ソーが私に寄り添ってくれていたのではなく、私の方がソーに寄り添っていたと。彼女が私からソーを奪ったのではない。ソーが私ではなく彼女を選んだのだ。ナナはそれがはっきりと分かった。そして図書館で偶然出会ったソーは相変わらず優しい笑顔でナナと同じ夢を見た話をしましたね。声が出せて、音が聞こえて、二人で楽しく話している夢。ナナはそれがとても嬉しくて、二人で声を出して笑いました。彼女の心は少し晴れたのかもしれませんね。そして、紬とソーが二人きりの時、ソーは声を出そうとしましたが、紬は止めました。声は好きだけど、他も好きだから、と。手話じゃないから、ソーには伝わってないと思った紬でしたが、ソーは紬を抱きしめました。思いが伝わった。だけど、紬がそういうことを言わなくても、きっと彼は8年間、紬を抱きしめたかったはずです。ずっと紬のことが大切な存在。二人の仲はとても深まりました。第8話は12月1日放送です。ではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。